はい、こんにちは、タカです。今回、少し動画の時間が長くなりすぎてしまいましたので、クロス円とドルストレート、これを2つの動画に分けています。この動画ではクロス円を見ていきたいと思います。他の通貨に関しては概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので参考にしてください。ということでクロス円なんですけども、クロス円はもう本当に円が弱いんですよね。もうただただ弱い。なので、まあ、どのチャートを見てもかなり強いトレンドは出ています。そのあたりをチャートから見ていきたいと思います。まずこちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。基本的にユーロというのはそんなに強くないんですけどもね、まあ、それでもこれだけの強いトレンドが出ていますから、まあ、それだけ円が弱いということになりますね。ただ直近ではこの高値圏でのレンジ相場を組んでいました。このレンジ大体2週間ほどですかね、強いトレンドはあったんですけども、流れが止められたということで調整局面になっていましたけども、このレンジから抜けてきましたね。こうなればもうトレンドの継続を見ていくことになります。今日もこの高値更新を意識していくことになりますから、押し目買いというのを見ていくことになりますね。はい、こちらまずは4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくとすごく強い上昇トレンド、これも5週間にわたって高値更新が続いています。本当に強いトレンドが出ているかと思います。今日多少売りは入ったとしても、週足で見ていけば高値更新はもうしっかりしてきそうですんでね、これは来週にもつながる動きになってくるんではないかなと思います。来週も高値更新を見ていきたいということですね。となると、まあ、ショートを見ていきそうな場面というのはなさそうですよね。週足を見ていけばもうかなり強いチャートですね。そして過去を見てみると何もない状況、青天井の相場に入ってきているということになりますね。ちなみに、こちらが日足に月足を重ねています。月足で見ても何もない状況。はい、少しサイズを小さくしました。ここまで見てようやくこの過去の動きが見えてくる形ですね。このあたり2018年8月9月ぐらいの動きになってきます。こんな昔を参考にトレードというのはやっぱり難しいですからね、直近のこの強い流れというのをまずは見ていくことになるかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足を見てもレンジからのブレイクという形がもう綺麗に見えています。ただ現状でポジションがない場合、これでエントリーしていこうと思うと少し難しいかもしれませんね。トレンドの起点というのはここになってきますので、これが129円の20付近ですか、今の位置から見ていくと80ポイント上、この大きなレンジを起点としていくんであれば128円の90付近がサポートになってきます。この辺りをバックにトレードをしていくというのはやっぱりリスクが大きすぎると思いますので、もう少し近場にサポートが欲しいですよね。ただ今はもうトレンドが出ている真っ最中ということで、まあ、こういった場合はもう当然サポートは見えてきません。なので、まあ、一旦流れが止まって調整局面が出てきてからこのサポートを探していくことになります。ただこの上昇トレンドまだ止まるかどうかすら分かりませんからね、サポートが出てくるかどうかというのも分かりません。そしてこのサポートを見つけていくのも大変なんですよね。値幅調整も考えていかないといけないわけで、そうなると今日1日でこの辺りのサポートを見つけていくというのはすごく難しいのではないかなと思います。ユーロ円強いのはわかるんですけどもね、ブレイクという形も出ているんですけども、エントリーという面で考えていくと少し難しそうではありますね。もっと短期的なサポート、例えば1時間足とかね、そのあたりの小さな波でサポートを探していくのもありだと思いますけども、このあたりの動きに関しては少し強すぎるがゆえに少し真空地帯になってしまってますからね、調整局面には十分注意はしていきたいですね。見ていきたいのはロングということになりますけども、サポートを探すのは少し大変かもしれません。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。ポンド円が本当に強烈な動きになっていますね。もともとポンドが強い、そして最近は円が弱いということで、すごく今の環境にマッチしているんですよね。チャートを見ていけば強い上昇トレンド、直近で見ていけば日足はもう高値更新をずっと続けています。昨日も高値更新していますから、今日もこの高値更新を見ていくということになります。波の反転であったり天井であったり、そういったものを意識していくのは一旦大きな売りが出てからということになりますね。ポンド円に関してはもうどこでロングをしていくかというところを探していく相場になっているかと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足は今日閉じるんですけども、週足を見ていくとさらに強いチャートが見えてきます。これも数えると13週ですかね、ずっと陽線が続いています。丸3ヶ月上げ続けているということになりますね。今週のこの週足もかなり強いチャートになっています。今日多少売りが入ったとしてもね、これはもう週足しっかりブレイクという形になってきそうですんで、来週もこの高値更新を見ていくということになってきそうですね。ならばまあ来週高値更新を見ていくんですから、ショートを見ていくという形はないですね。見ていきたいのはロングということになりますね。週足で見ても日足で見ても強いチャートがあるということになります。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。
ポンドは綺麗に階段状に上がっているんですよね。レンジを作っては上抜け、レンジを作っては上抜け。ならば今回もある程度レンジが見えてくるのを待てばいいのかなというふうに思うんですよね。このようにちゃんと足場を作りながら上昇してくれると、仮にね、押しが入った時にもこういったところがサポートになりやすいんですよね。そういった意味ではポンド円のロングというのは安心感もありますね。まずはこういったサポートを基準にロングは見ていきたい。ただこの現在地から見ていけばこのサポートというのは少し遠すぎますんで、トレードをしていくんであればもう少し近場にサポートは欲しいですね。例えば今まで壁になっていたところが今度はサポートになってくるかもしれません。毎度毎度ね、このように足場を作ってくれていますから、わざわざ高値をつかむ必要はないかなと思うんですよね。どこかでまた足場は出てくるんではないかなと。2、3日の足場というのが毎回出ていますからね、こういった足場を見つけてこの下限からのロングというのを意識はしていきたいですね。上位足は週足も日足もすごく強いトレンドが出ています。見ていくのはもうロングですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル円もかなり強い展開になっています。いよいよ戻りの高値まで来ましたね。この日足のトレンドを見ていくと上昇トレンドが見えてきて、この押しが深かったんですけども押し安値割っていません。上昇トレンドというのはまだ継続してるんですよね。高値をブレイクしてきてもこれは何もおかしくないとは思います。ただこの目の前の壁、そんなに低い壁ではないと思うんですよね。なのでこういった壁を抜くための足場というような形を作ってくるかもしれません。この足場は短期的にはここになりますかね。トレンドを見ていけば短期的な流れの中に小さな上昇トレンドを見ることができます。足場を作ってからの上昇という形になればね、すごくわかりやすいんですよね。短期的なトレンドの足場からの上昇、加えてピンクのトレンドも高値抜けということになって、買っていきやすい環境にはなってくると思うんですよね。近場にサポートもありますからエントリーもしやすいと思います。ただ今は円が本当に弱いですからね、このまま高値を抜けてしまうかもしれません。そうなるとこれ近場にサポートがないんですよね。エントリーの方がすごくやりづらい。僕なんかはね、やっぱりサポートがないとエントリーできませんから、チャートが強いのは分かっていても、それでもロングをしていけないという形になってしまうかもしれません。このまま抜けてしまったら見送ってしまうことにもなるかもしれませんね。その際は抜けた後の戻りを待つことになります。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足は今日閉じるんですけども、週足を見ていくとレンジからのブレイクという形が出ているんですよね。今日売りが入ったとしてもこの週足ブレイクという形は変わらなさそうです。ならば来週もこの高値更新を見ていくということになりますから、5ドルに関してはもう押し目買いということになりますね。日足で見ても週足で見てもどこでロングをしていくかというのを探していくチャートになっているかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足を見ていくとここに大きな足場があるんですよね。すごく大きなレンジそばになっていたんですけども、このレンジから昨日を抜けてきています。ただ日足の環境としてはね、こういった小さなレンジの外もまだレンジそばなんですよね。上下の壁というのははっきり見えていて、今目の前には大きな壁があるということになります。例えば前回この壁を抜くための足場というのがここにあるんですけども、これがだいたい1日半ほどですか、しっかり足場を作って上昇しています。この壁よりこの壁の方が僕はすごく大きな壁だと思うんですよね。その壁を足場もなく抜けてしまうんであれば、ちょっとこの流れには僕は乗れないかなというふうに思うんですよね。なのである程度この壁ができることを前提としてね、チャートの方を見ていきたいなと思うんですよね。上の壁はこの戻りの高値がありますから、下のサポート、このサポートを探していきたいですね。昨日の動きを見るとね、ちょうどこの辺りが出来高、分厚いゾーンになってきますから、まずはですけどもね、仮枠で 84.20 付近、この辺りを下のサポートとしてね、一旦ちょっと見ていこうかなと思っています。押してくれればこの辺りサポートからのロングというのは見ていきたいですけども、繰り返しますけども、そのまま抜けてしまったらこの動きにはちょっと僕はついていけないとは思います。こういったのはもう割り切れも大事かとは思いますね。はい、ということで、クロス円ものすごく強いんですよね。やっぱり円が弱いということでしっかりトレンドも出ていると思います。今日も円売りを見ていきたい、つまりロングを見ていきたいということになるんですけども、ただこのエントリーの場所を探していくと少し苦労するんですよね。昨日もそうでしたけども動きが強すぎるんですよね。サポートが近くにありません。エントリーをしていくにはそれだけリスクも大きくなってしまいますからね。この動きについていこうと思うと、短期的なサポートを見つけてということになってくると思いますけども、強ければ強いほどチャートの方が崩れてしまった場合は今度売りも強くなってしまいますから、買っていくんであればね、どうなったら逃げるか、こういったのはちゃんと考えておかないといけないんですけどもね。ただそのためのサポートが大事になってくるんですけども、それが見当たりません。ユーロ円で見てもね、チャートの方はすごく強いんですけども、サポートがないですよね。
はい、こちらゴードレーンですけども、ゴードレーンも近場にサポートがないんですよね。さらには目の前に大きな壁もあるということで、少しやりづらさというのはありますね。はい、こちらポンド円ですけども、ポンド円もかなり強いんですけども、ポンド円はしっかりこれ足場を作ってくれているんで、見ていくならやっぱりポンド円が分かりやすいんじゃないですかね。押しを待つんであれば、こういったサポートであったり、今まで壁になっていたところであったり、こういったところを基準としたロングというのを見ていくのは面白そうではあります。環境として円の弱さというのはもうずっと続いていますからね、大きな売りが出てくるまではまずはこのトレンドにしっかりついていきたいですね。クロス円全般、狙っていきたいのはまずはロングということになります。ただだいぶ相場の方が走っていますからね、調整局面には十分注意はしていきたいですね。そのためにはサポートが大事になってくると思います。今回は以上になります。今回ね、動画の時間がかなり長くなってしまいましたので、動画の方を2つに分けています。ドル円とドルストレート通貨に関しては別の動画になっていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので参考にしてください。それでは、今日も頑張っていきましょう。